申します。本日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、まあ、さっきあの紹介ではあのオリジナル中心のポップスということで、まあ、初っ端からもう皆さん多分知ってる方多いんではないでしょうか。夜にかけるという夜遊びさんの曲をねやらせていただきましたけど、まあ、皆さんも知ってる曲でぜひ盛り上がっていただけたらなというふうに思いますが、そうですね、本日は5曲やらせていただきますけど、続いてやる曲は、オリジナル曲を持ってきましたので、結構新しい曲ですから、まあ、皆さんにもかっこいいと思ってもらえたと思うので、まあ、メンバー紹介も後ほどやりますが、結構異色ではないでしょうか。私たちあの見ていただければ分かると思うんですけど、私今高校3年生でしてちょうど、受験期でございますまあちょっとねストレス発散の場としてね楽しく音楽をやってますけど、はい、まあ、あの年齢差40何歳なんですけどねすごいですね。でもなんかすごいベテランの方に囲まれて私は楽しく演奏できているので、あのこのねちょっと異色さというか面白さがあの皆さんにもあの伝わってもらえたら嬉しいなと思いますが、はい、あの長々もね私喋りすぎちゃうので、あの前が言ってますが私は口から生まれてきたというふうに言われているので、本当にめちゃめちゃ MC が長くなってしまうので切り上げてさっさと続いての曲に行きたいと思いますが、次の曲はオリジナル曲ですね。で、運命なんていう曲でして、まあ、ちょっとかっこいいような曲になっているのでね、あの皆さんも盛り上がってもらえたらと思います。それでは聴いてください。運命なんて
終わったんですけど、ずっと軽音で活動はしてきていたんですけど、まあこんなにあの大人の方々にね、いろんな方々に見ていただけて、しかもね、こんなあのいい環境でできるなんて思ってもなかったので、いやもうすごい新鮮もありますし、すごいあの私の中ではあのいい思い出の一つになりそうで、いや本当に嬉しいですね。はい、いやもうね、ちょっと喋りすぎちゃう、やっぱり喋りすぎちゃうんで、あのメンバー紹介をいつも大体忘れてるんですけど、今日は珍しく覚えてきたので、珍しくですよ、本当にいつも大体忘れてるんで、ということでね、まあちょっと一人一人の紹介も兼ねて、ね、いきたいと思いますが、まずは私ベースからいきたいと思います。私があのこのエージェントとして、入るきっかけをくださった方でして、普段はねジャズもやられてるということで、コントラバスですね。いやもうさすがです、あの何でもできちゃう凄腕の方です。はい、ベースの富岡さんです。元先生です、なんと、この方、で教科は、担当教科は英語だったということで、この、オリジナル曲の数々は、この方がなんと書いております。すごい方です。ギターの小林さんです。すごいですね。いやなんか、最初に異色のメンバーはい、続いて、ドラムをやっております。普段ね、プロとしてもやってて、本当にあの正確なリズムとあの引っ張ってもらってます。で私もね、すごい尊敬するあの大人の余裕感がある方なので、ぜひ今回も皆さん味わってもらいたいです。よろしくお願いします。はい、ドラムのプルちゃんです。はい、で最後私ですね。私自己紹介あんま得意じゃないんですが、まあ、ここで一応、さっきキーボードもやってましたけど、基本は、P でボーカルをやらせていただいております。さっきも言いましたね、高校3年生のピッチピチの10、まだ17歳なので、セブンティーンです。あの、いい年頃なんで、今も楽しみたいと思います。ボーカルをやっています。ねねと言います。よろしくお願いします。どっちかと言ったらね、なんか歌より喋りの方が好きなの。ちょっとおかしい感じですけど、はい、あの MC 大好きでいつもやってますが、はい、こういうねとこでいろいろおしゃべりできるのが楽しく思ってます。はい、ということでちょっと続きのこの曲に参りたいと思いますが、次の曲、本当に新曲を持ってまいりました。オリジナル曲ですね、黄金のステアウェイという曲ですが、はい、皆さんにね、あのギターのソロなり、あ、ちょっとプレッシャーかけちゃいけないから、ギターのソロなり楽しんでもらえたらと思うふうに思います。はい、それでは聴いてください、黄金のステアウェイ。Thank you.
回は失敗しちゃったねっていう今回は成功ですか？お、良かったです。もう皆様に成功でしたと思って、皆さんが本当に温かい目で見ていただいているおかげだと思うので、いやありがたい限りで、やっぱ思いますけど、みんな好きだったの方って知ってたね。どうなんですかね、皆さんどこから来られてるのか分かんないですけど、なんかすごいね。でも長野の県民性でしょうかね。みんな温かいんで、本当にライブやってて、あとステージ出すとすごいよく感じるんですけど、皆さんなんかすごい温かい方が多くてですね、やってるこちら側としてもなんかとても楽しく演奏できてるので、いや本当にありがたい限りです。ということで、続いての曲、すごい温かい曲を持ってきましたので、オリジナル曲ですね。あったかつながりでございます。You are the one という曲でして、まあこれもね、ギターの小林さんが作ってくださった曲で、歌詞もそうなんですけど、本当になんか、私からしたら、ね、お母さんとかに大事な家族に歌ってる曲でもあるので、すごい皆さんもいろんな解釈ができると思うので、ぜひ楽しんで聴いてほしいと思います。ということで、いいでしょうか。はい、それでは聴いてください。 You are the one。
かるなと思って、いやもうちょっとね、人生経験まだ浅いですけど、なんかちょっとこれから私頑張っていかないといけないなって思って、あもうちょっとね、受験がちょっと今頭の隅っこにいてですね、ちょっともういや早めに決めちゃいたいんですけど、ちょっとね共通テストまで行った時に皆さんに昔 のセンター試験がね新しくなっちゃったんで、いや夏惜しくなかった新課程とかいうまた新しいのになっちゃったんで、ちょっとめんどくさいって言ったらあれですけど、ちょっと学校の先生とか言ったら本当に申し訳ない、元先生まだ大丈夫です学校の先生とか言ったらちょっと気まずいですけどあんまり言わずに、あ、そう、私また忘れた宣伝をね、一応したいと思いまして告知ですね、まず、順を追ってでいきますか、8月3日に、あ、ちょっと私事なんですけど、8月3日に各ストリーミングサービス、サブスクリプションっていうんですね、そういうサービスで、オリジナルの曲がありまして、そちらを、まあ、デビューって言っていいですか、一応なんか出させていただくので、ぜひまたそちらも8月3日からになりますので、聴いてほしいなというふうに思います。いい曲なので、ぜひ皆さんに届けばいいなというふうに思います。はい、これが1つ目、2つ目、8月11日にリトルウィングさんという場所で、ジネブさん中野市にあるところなんですけど、のライブハウスで、はい、8月11日に、私たち出させていただくので、ぜひいいなと思った方はぜひ聴きに来てほしいなというふうに思います、っていう2つの告知でした。はい、あ、よかった、覚えてた、ありがとうございます。最後の曲行く前にやんないと思ってちょっと焦ってました。はい、オリジナル曲と聞いていただきましたが、まあ、最後の曲になってしまいますが、最後の曲、皆さん多分知ってると思う、知っていてほしい、マルドスティックという曲をやらせていただきますが、椎名林檎さんの曲ですね。こちらもまた有名な曲ですので、ちょっと失敗はできないという曲ですが、頑張っております。最後まで楽しんでいくので、ぜひ皆さんも楽しんで聴いてください。よろしくお願いします。それでは聴いてください。丸のスタジスティック。